偏差値30から確実に津田塾大学に合格する英語勉強法。今日はこうしたテーマでお話ししていきます。まず僕の簡単なプロフィール紹介します。僕自身全く本当に勉強はできなかったので、もう私立に絞って対策をしてなんとか早稲田に合格したという経験があります。これまで3000名の生徒さんを指導させていただいて、そしてその偏差値が50未満の生徒さんのうち、その9割を65まで伸ばしたという実績があります。今日はこうしたテーマでお話ししていきたいと思っています。まず、津田塾英語の出題傾向。これをお話した後に、具体的な方法についてお話していきます。まず第一に、偏差値30から60になる方法ですね。で、次に偏差値60から確実に津田塾に受かる方法。これをお伝えしていきたいと思います。特にね、偏差値60までたどり着けば大体受かる可能性は高いんですが、やっぱり確実に仕留めていくっていうためには緻密な戦略が必要です。じゃあ、まず最初にね、出題傾向についてお話したいと思いますが、こちらはですね、総合ランクで7になります。なので、マーチの中でも標準的、マーチの中で普通なので、一般的にはかなり難しいと見てもいいと思います。具体的に見ていくとですね、制限時間5なので非常に余裕があります。時間に対して量は非常に余裕がある。ただ、英文特化が7っていうふうに書いてあるので、非常に難しいですね。マーチと同等という言葉ですね。で、英訳が8なので、これ相当難しいです。マーチの中でも難しい。で、和訳が7なんで、結構ね、しっかり対策しないといけないと。リスニングも7ということで、結構難しいですね。で、津田塾の英語はですね、やっぱり今主流の英文読解が中心なんですが、リスニングや英訳和訳が出題され、そんな傾向を踏まえて対策していく必要がありますが、実際の過去問も見てみましょう。こういう穴埋めをですね、文脈から選んで入れていくという問題ですね。これは並び替えの問題ですか。次は会話の問題ですね。次は長文。で、これは和訳ですね。こちらが英訳。かなり難しいですね。で、リスニングという形になっています。以上の傾向を踏まえて対策をお伝えしたいと思いますが、具体的な方法論に入っていきます。まず、第一段階、偏差値30から60になる方法というところでは、そうですね。まず、この英単語の覚え方っていう動画を見ていただいて、英単語を覚えていただき、そして英語の極め方という動画を見ていただいて、英語をどういうふうに勉強すればいいのか、あらゆる参考書に通用する勉強法というのを学んでいただきたい。そして、具体的な参考書を提示してますから、3冊の参考書、それをしっかりやっていただくことで、偏差値30から60まで最短でたどり着くことができます。それぞれの動画の検索の仕方をお伝えしましょう。まず、英単語。英単語はですね、まず、この YouTube の検索窓で、英単語10分300個って提示、検索していただきますと、これが出てきます。こちらを選んでください。で、英語の勉強法。これはですね、満点が取れる英語勉強法で検索していただくと、こちらのサムネイルが出てきますので、こちらからご覧ください。で、最後に参考書。これは、たった3つの参考書、英語っていうふうに検索していただいたら、こちらに出てきます。これを見て勉強していただいたら、偏差値60にまでたどり着くことができます。こうした対策をやっていけば、偏差値60に相当する学力を手に入れることができますので、じゃ、その後何をやるか。こちらですね。かなりボリュームがあるかもしれません。これは出題される範囲が多岐にわたっているからっていうのも大きいと思います。まず、英文読解は定番の速読英熟語、東大英語長文、中沢はじめの徹底英語長文読解講義。これをぜひやってください。これをやれば英文読解は十分点数が取れてきます。
そして文法問題対策として、まあ、こちらのね、正誤正序問題300選をぜひやっておくといいでしょう。会話対策として、こちらの横山のメタロジック会話英語講義の実況中継をやっておけば十分ですし、そしてちょっとね、難しかった英作文に対しては大家の実況中継をやった後に、また大家先生の最難関題の英作文というね、参考書をやっていただいたら十分対応できますし、そしてこのね、リスニング対策としてスピードトレーニングをぜひやっていただくと。ここまでやれば十分つなじくの対策はできるんじゃないかなと思います。まあ、非常にね、こう先にわたる分野が出題されますので、参考書の、ね、数がちょっと多くなる傾向がありますから、その点である意味マーチよりも難しい、マーチの中でも難しいというふうに言えるんじゃないでしょうか。まあ、それでもね、しっかり対策していけば津田塾英語に対応できる実力を身につけることができますから、ぜひあなたもチャレンジしてください。応援しています。